どうも、田畑ブラザーズです。兄のよしきです。甲子園、ベスト4、決まりましたはい、本日は YouTube 撮影7本目ということで、テンションも高くなっております。以前、どうも、田畑ブラザーズですっていう動画出したんですけども、あの動画は、朝起きて2秒ぐらいで撮影したので、めちゃくちゃテンション低くあって、自分でも見てびっくりしましたね。すいませんでした。ベスト4、決まりました発表します。ベスト4ですね。仙台育英高校、おめでとうございます。仙台育英好きやで、俺。めちゃくちゃ好きやで。続きまして、神村学園、おめでとうございます。神村元から高評価してたからね。この2校が激突するんです、準決勝で。いよいよ来ましたよね。はい、そして、慶応高校、おめでとうございます。慶応。続きまして、土浦日大、おめでとうございます。こちらのベスト4が出揃いましてですね。仙台育英負けますね。はい、間違いありません。こちら、田畑ブラザーズ、オーダーユニフォームでございます。ぜひ皆さん、概要欄から LINE 登録して、見積もり発注よろしくお願いします。そして、こちら、田畑ブラザーズのオーダースーツで、お客様のスーツ、今2着あります。これはね、僕のお客様が2着購入してくださったんですが、夏流行りのブルースーツです。この夏の時期はね、やっぱブルーで、で清潔感もあって、涼しさも演出できるということで。で、こちらがですね、グレーのチェックのスーツでして、ボタンと裏地で、両方ね、この茶色で揃えてまして、非常にかっこいいかなと思います。これね、僕がヒアリングしながら、お客様と共にね、形とか、配色を決めていったんですけども、完成品見て満足していただける商品になったんじゃないかなと思います。オーダースーツの方もぜひよろしくお願いします。また言うでもだけど、ちょっと解説していきますね。まずですね、この準々決勝、全体的にあれですよね、力の差がはっきり出たというか、僕はベスト8からベスト4までの中で、選んだ3校がベスト4に選ばれました。で、土浦日大だけ分からなかったんですけども、おそらくね、この土浦日大見抜けてないっていうのは、自分の目力不足というか、これだけ力の差あるゲームを見抜けないっていうのはほんまに、ちょっとね、情けないことやと思って、反省します。なんて言うんでしょうね、やっぱりね、どちらかというと名前で見てしまった部分があって、あと、厚生学院の左ピッチャー。まあ、いいんですけど、やっぱね、事前の僕の評価って、厚生学院 C 評価やったんですよね。ちょっとなぁ、評価上げすぎたかなって思いましたね。まあでも勝つと思ってました、正直。土浦日大さん。9対2で勝ってますからね。すごいっすよ。ほんで、準決勝が8月21日月曜日、朝9時。仙台育英対神村学園。そして、慶応対土浦日大。いよいよね、もう甲子園も。もう来ました、ここまで。僕も連日、高校野球について投稿させていただいてますけども、甲子園なくなるのが寂しいですね。年中やっといてほしいです。年中やっといてくれたらね、僕も年中、高校野球と共に過ごせるんで。それではね、仙台育英対神村学園の勝敗予想していきます。先ほども言いましたが、神村学園が勝つと思います。なんとなくなんですけど、みんなわかってると思うんだけど、神村負けるイメージないんですよね。まず仙台育英がめっちゃ強いっていうのは置いといたら、神村が一番強い勝ち上がり方してんねん。いくら相手が弱かったとは言え、僕はね、なんとなくやけど、今一番神村来てると思う。なんて言うのかな、ランナーズハイというか、アドレナリンのあれというか、なんて表したらいいかわからんねんけど、まあ、自分たちも甲子園の時出た時に入ってたこう、ゾーンみたいなのあるわけですよ。もうなんか、どこ来ても勝てるでしょ、みたいな。ゾーンに入ってんじゃないかなって思います。で、対する仙台育英も、もう笑いしか出ないんですけど、ゾーン入ってると思います。ゾーン同士の戦いなんですが、僕はね、やっぱね、一番懸念したいのが、ちょっとね、動画出すタイミング遅れて、大会前に出すつもりの動画が、今、温めて置いてるんですけど、疲労度。確実に仙台育英ってすり減ってると思いますし、僕はその疲労度が出たのは、花巻東との試合で、9回裏4点取られたところです。どんだけいいピッチャー、どんだけいい仙台育英でも、1イニングに4点取られるんですよ。あの、
4点を見て僕は神村が勝つと思いましたね。疲労ピークなんちゃうかなっていうのと、やっぱり戦ってきた相手が強すぎて、神村は逆に無難に、決して相手が弱いとは言いませんが、くじを上がってきて、仙台育英だけ強い相手というか、で勝ち方見てもね、やっぱりね、勢いを感じます。神村は事前にも A 評価してましたし、相性的に神村は仙台育英に勝つんじゃないかなと思いますけどね。ほんまに楽しみですけど、僕は神村ゾーン入ってると思います。仙台育英も強すぎてゾーンみたいになってるんやけど、俺はねちょっと疲労度考慮した時にちょっとガタ来てんちゃうかなって思いましたね。まあ準決勝誰が先発するかっていうのも非常に注目ですけども、やっぱり主戦で投げてる投手で行くんちゃうかなと思うけど、非常に楽しみです。それでは慶応対土浦日大、こちらはですね、慶応高校が勝ち上がって決勝戦に行くと思います。慶応はね、この決勝のカードが決まったら決勝戦の予想っていうのを上げたいと思うんですけど、僕慶応ね、甲子園味方につけてると思うんですよ。これほど強いチームはないというか、甲子園を味方にできるチームがやっぱり一番脅威なんですよね。でプラス慶応って実力もあるし、球場全体が、まあそれが応援の盛り上がりのね、なんかこう楽しい曲があったりだとか、あの偉大な清原選手の息子さんが代打に出ただけで球場全体がこうもう慶応ムードにガラッと雰囲気が変わったりとかね、ああいうのって、僕も試合してたがわかるんですけども、ほんまにあるし、めっちゃくちゃ怖いんですよ。脅威なんですよね。やっぱり応援の力って俺はほんまにあると思ってるし、ちょっと土浦日大めっちゃ頑張って応援したいんですけど、ここまで来たらほんまにすごい。ベスト4ってすごいですからね。ただ慶応のあの甲子園の力、味方にする力っていうのが勝てないと思います。まあだからこのまま行くと僕は慶応が優勝するんじゃないかなって思ってるんですが、まだちょっとね、カード、決勝カードどっちが来るか分かりませんから、とりあえず決勝カードに来るのは神村学園と慶応高校、この2校だと僕は思ってます。皆さんの見解お聞かせください。どうせ仙台育英でしょ。負けるって見た？あの9回の4失点。僕はあれはやっぱり仙台育英の好きやと思ってて、なんかね、その仙台育英好きなんですよ。ほんまに嫌いじゃないし、なんか好きあるんすよね。夏連覇できるチームじゃないと俺は思って見てるんで、やったらその慶応とか神村とかの勢いの方が僕は怖いんじゃないかなと思って見てるんすよ。皆さんお気づきでしょうか。全校診断という動画、約30分の動画させていただきました。見ましたか皆さん。ベスト4に全校診断のチームが何校来てますか。俺言ったよな、全校診断で選んだチーム3校ベスト4に来てます。大会前に僕は雑誌だけ見て撮影させていただきました。そして慶応高校 A 評価、仙台育英高校 S 評価、神村学園 A 評価、土浦日大は C 評価か B 評価で、評価は下げてましたけども、全校診断4校中3校選べたということで、もしね、決勝戦に全校診断で高評価したチームが選ばれたらね、これはちょっと僕は総合成績見て、ある程度分析できてたんじゃないかなって思います。そらね、こうやって毎日のように動画出してますから、的中率 50% であったりだとか、いろんなことありましたけども、総合評価見てそこそこ貢献できたんじゃないかなって僕は思いました。まあ順当な勝ち上がり方といったら順当なんですが、まあ非常にねベスト4見応えある試合というか、対戦カードがいいですよね。しっかりまあ世間が思う優勝候補慶応と仙台育英がしっかり両方に分かれて、めっちゃ強そうな神村学園と仙台育英が当たるというね、仕組んでるやろこれ絶対。俺らの時もそうやったんですよ。僕らも大阪桐蔭対明徳準決勝で、厚生学院が別ブロックで厚生対東海大甲府かな、分かれてたんで、仕組んでるやん絶対。もし準決当たることもあるでしょそら。でもねやっぱこういうのってね、見事にね当たらないんですよね。うん、何の力が働いてるかと分かりませんが、ほんまに準決勝、楽しみです。先ほど何回も言ってます。仙台育英嫌いでもないですし、応援してます。
そしてリスペクトしてますし、今回はちょっとね、反面生かしてください。皆様の決勝カードもお聞かせください。準決勝は一番僕は面白いと思ってるんで、準決勝楽しみたいなと思います。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。